タハルカだな。俺はバイク、シワから来た。いかにもタハルカだ。サイスの計画者、レトポリスの責任者のな。家族に会ったぞ。奥さんに場所を聞いた。スカラベの件であんたの力を借りたい。ここでは話したくない。誰が聞いてるかわからんからな。中で質問に答えよう。あんたの息子からの伝言だ。会いたいと。すぐ会える。息子のことは夢に見るほどだ。私の後を継いでくれる。世界は夢を見る者が作るんだ。君の夢は何だ？いや、そんな大層な夢は持っていない。奴を追うだけだ。スカラベは弱者にたかる。怖くはない。奴を恐れないのか、タハルカ。義理の父にあんなことをされたのに。グフパに起きたことはつらい。私の仕事が原因で彼に災いが降りかかるとは。神に許しを請う。タハルカ様、遺跡が攻撃されてます。バイク、手を貸してくれ。あの風、砂嵐が来るぞ。あの激しい音は砂嵐だ。砂漠の野犬が集合の合図にしている。略奪者どもは砂嵐に乗じて襲撃してくる。離れないでくれ。卑劣な奴らに囲まれるぞ。私の夢を邪魔されてたまるか。こっちだ。そのクソ野郎を逃がすなよ。嵐の中から来るぞ。奴らは嵐の翼を借りて飛んでくる。略奪者はライオン気取りだが、ただの野犬に過ぎない。バイク、奴らを仕留めろ。緊急事態だ。宅にいてくれ。レトポリスは抗うぞ、野犬め。死ね、犬どもめ。砂漠の野犬による邪魔もこれが最後だ。君の強さがあれば奴らの脅威も終わる。タハルカ、血に飢えているのは分かったが、盗賊は俺には関係ない。その前にスカラベについて話してくれ。君がつけてるのはメジャイの証だろう。略奪者はレトポリスの善良な人々にとって脅威なのだ。来てくれ、バイク。奴らの愛する砂漠に野犬を追い返そう。その後、君が聞きたがってる話をするとしよう。わかった。今日はあんたの大義に付き合おう。さあ、バイク、剣を取り共に戦おう。勇敢なレトポリスの奉仕者よ。略奪者どもを巣穴から引きずり出し、砂漠にその血をまき散らしてやれ。
あんたが打ち込んでるこの仕事、不可能じゃないのか。確かなこと。メトポリスは奇跡だった。砂漠に飲まれるまでは私は世界と神に示したい。全力を傾ければ人は何でもできると。きっと神は私の計画のために君を使わした。強い腕、鋭い目を、共にこの地を再建しよう。俺には俺の重要な仕事がある。私は君を説得してみせる。よーし。捕まえた神官のことは逃がさねえぞ。腹渡を引きずり出してやる。なぜこんなところに囚われてる。お願いです。あなたに良心があるなら助けて。待ってろ。安全が確保できるまでここにいた方がいい。大丈夫だ。盗賊が何人か上にいるようだな。感謝するよ、バイク。私の夢はついえたかと思っていたんだ。君のおかげで略奪者どもを捕らえることができた。何者だ。虐殺の女神セクメとその信者たちだ。混沌だけを欲している。スカラベとのつながりは。ないな。奴らはライオンぶっているが、ただの腐肉食いに過ぎない。今度は奴らが腐肉になるがな。この神官を町に連れて帰る。後で家に来い。夕食を取り、君が知るべきことを教える。タハルカ様にクタハの祝福がありますように。なぜこんなところに。侵略者どもにさらわれたんです。メンフィスからレトポリスは安全だと思ってた。今はな。そしてこれからもそうだろう。メンフィスから来たのか。メンフィスには神官が多く、私は必要ない。ですがあなた方のおかげでここには肥沃な大地があります。最近のメンフィスは。事実、影に覆われています。神々の怒りを招いてしまい、破滅の呪いをかけられました。あなたの使者がメンフィスで未来について語りました。私は神々に仕えるために来た。落ち着いたらレトポリスに家を用意しよう。
アヘルヘル？バイク、砂嵐を見た？来て。無事につけてよかった、マハレト。そうね、神々のお導きよ。ハゲワシとハイアナを見たよ。あとたくさんの砂。人生までも埋められるだろう。だから助けを必要としてるんだ。多くのな。彼らに何を約束した、タハルカ。一区画の土地だ。家もつく。砂漠から取り戻さなくてはならんがね。それだけ？ただ家を掘り出す。楽な仕事ではないぞ。全員が全力でかからねば。実現するってみんな知ってるんだ。お前の父さんは立派な人だ、カワブ。レトポリスの救い手に。蜂蜜漬け夏目ヤシを。それと、もうバイク。大丈夫か？